そちらです。せいやです。うん。いらっしゃい。パーソナルアキネーターバトル。はい、自分しか知らないパーソナルな情報をアキネーター形式で質問していき、10回の質問で最後に一答します。どちらも不正解の場合、審議でより近い方を勝ちにします。当てるでー。いや、俺前バチ当てしたで、もうすごかったよ。やっぱもう10年一緒、まあ、10年以上、うん、もうまあなんていうの、その粗品さんのね、この一人でライブやったりとか、うん、で個人で YouTube とか、うん、競馬のお客さんとかいろんなファンいると思うんですけども、うん、ごめん、俺が一番知ってるから。レベルちゃうから。武器バトルか。お前武器バトルか。お前のことは俺が一番知ってるからね。いや、まあまあ、それはもちろん、いや、分かってるから。バトルやから、ね。悪いけど、もう当てるよ。あ、ほんま。うん。じゃあ、レベルちゃうから。俺が先に答えこうか。はい。お題何する？何でもいいで。な、決めてください。じゃあ、サガピーに決めてもらおう。家のそばに欲しいチェーン店。オッケー。知らねえ。これはもう探るしかないな。でも俺も調子乗って書くとかじゃなくて、ほんまに思ってるやつってことやんな。そうやな。せいやが知らん場合、まあそれないか、うん、まあまあチェーン店やから、まあまあまあ知ってると思うけど、ちょっと考えさせてな。オッケー、ごめんね。ずっと離れてましたね、今考えたら。最初この距離やったな、確かに。3年間離れてた。西、なんだその服。スワローズの。ちょっと来てください。ちょっとでいいんで、皆さんにお見せしましょうか。ちょっとこんな風体のやつが皆さんカメラ撮ってるんですわ。一番ボケだから。今日ちょっと村上が WBC 感動しちゃった。いや、もう何時間も前でしょ。朝でしょ。はい。お前もでもワールドカップの時あのユニフォーム着てたよ。人のこと言われん。ありがとうございます。髪型もおもろすぎるから。いい、ちょっと待って、この人の前で俺らお笑いやってんのよ。見た目おもろすぎるから。まあ、オッケー。ほんまのやつ書くで。もちろん。いや、俺当てにくい。お前わかるかも、ワンちゃん。はい、書きました。じゃあ10個の質問ね。いいですか、お願いします。粗品さん、はい。その店は私行ったことありますか。はい。おお、これはでかいよ。10個も聞けんねんな。うん。で、10個はもう絶対聞けんねんな。あ、めっちゃいけるぞこれ。そこは日本発祥のチェーン店ですか。はい。めっちゃ絞れた。日本発祥やったらだいぶ絞れたよ。まあ寿司とか蔵とかね、例えば寿司ロー、あとまあ居酒屋とか。うん、バーミヤンとかスカイラークも日本かな。そこら辺ちょっと、でも即答したってことは日本っぽいって感じやな。あ、これいけるな。あ、めっちゃ絞ったろ。そこは漢字のお店ですか。はい。バオー。漢字でチェーって。あー、やばいな、これは来たね。今回やばいな。いや、こいつが日高屋めっちゃ好きなの知ってんの。中華日高屋、あと漢字か。チェーンで漢字って俺日高屋しか思いつかない。え、どこある？漢字、うん、まあ紫とかな、その居酒屋系か、白木屋とかね。でも酒飲まんもんな。そこは中華ですか。ちょっと待ってよ。微妙な時は分からんでええねんけ。はい。はい。あれ？だいぶ日高屋近づいてきた。あれ？日高屋な、結構コロナ前とかラジオ終わりの日高屋行ったわみたいな言ってたもんな、ずっと。行ったことあるな。
まあちょっと日高屋外して考えてみるか一回ね。そこはお寿司ありますか？いや、いいえ。お寿司じゃない。あと拷問もありますね。ちょっと持て余してんな時間を。日高屋で決定なんか。その中華感じ。そこはなんとか屋ですか？ああ、はい。だいぶし、もう日高屋か聖夜、あのラーメン屋の中華で屋、聖夜か日高屋やな。あともうないもんな。あ、白木屋とかもある。でも中華じゃないもんな。あれ？いやもういけるぞこれ。あと4問。あと4つしてもいい。そこは低いか高いで言ったら、名前の漢字低いか高いで言ったら高いですか？はい。はい、早っ早っ、はい、高い。あ、日高屋だか。そこは新しい鍵の、一回行ったんですよ、新しい鍵のロケで、日高屋。その時こいつ何頼んでたかな、思い出されんな。新しい鍵のロケで行きましたか？はい。ラジオ、オールナイトニッポンの帰りに朝、行ったわーって俺に喋ったことありますか？はい。あれ、日高屋。すごいなぁ。まだわからんけど。いやいやいや、もう言ってるやん。いや、もう書いてんけど。あ、正直すいません。書く前なんですけど。はい。日高屋ですか？はい。日高屋やないか。いやもう書かんでええわ。答えどうぞ。答えは日高屋。正解。よし、お前。いやこれはでもめっちゃ早かったな。パーソナルやな。もうちゃんと書いたな。うん、そのまっすぐ。もう家の近くあったわ。お前好きやな。山ほど行くで日高屋。めっちゃ好きやね。大阪になくない？でもない。なんでそんなハマったの急に東京で。あ、なんかコロナなる前ぐらいにな、なんかハマって日高屋行って。あのちょっと居酒屋もちょっといつでも行ける感じ、うん、ラジオ終わりに空いてる店で、はいはいはい、中華、いや、ええなーってめっちゃうまい。まあ確かに安いしね。安い。あ、日高屋よし。お前やられたらやばいぞこれは。オッケー、わかりました。じゃあ明日後半お願いします。よし。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。